こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はパッティングの引っ掛けを直す方法をご紹介したいと思います。パッティングで左に急激に曲がってしまう、いわゆる引っ掛けてしまった状態、このような状態になってしまうとパッティング非常に難しくなります。左に行ってしまったら今度は怖くて右に押し出してしまうというようにミスが連鎖しやすくなるんですね。ですから左に曲がらないようにプルを打たないようにするということが大事になってきます。この左への引っ掛けなんですけれども、主に右サイドが原因となっています。右サイドが前に出てしまうことでパターのヘッドが急激に返ってしまう、そしてアウトサイドイン軌道になってしまうということで左にボールが転がってしまいます。でこの左に行ってしまう原因、右サイドにあるということなんですけれども、この右サイドが前に出てしまう箇所、これ2つあります。まず1つ目がアドレスです。アドレスで右肩が前に出てしまう、このように正面から見ると右手が長い状態、左手が短い状態、このような構えになってしまうと、そのまま打つと必然的に右肩が前に出た状態でインパクトしやすくなるということになります。その結果ベースが被ってしまう、もしくはフォロースルーでクラブがインサイドに入ってしまうということになります。そしてもう一つはストローク中にこの右肩が前に出てしまうということです。右利きの方はこのように右サイドに頼ってストロークをすることで右肩が前に出やすいということがあります。このようにアドレス、そしてインパクトからフォローにかけて右サイドが出てしまう2つの問題を解消するために、左手で右肩を押さえるようにして構えていただきたいと思います。まずセットアップする時の右肩が前に出てしまう問題なんですけれども、構えた時に左手で右肩を押さえてください。このように前に出ている状態を押さえ込むように、少しむしろ右肩が後ろに下がっているような感じですね、左肩が前に出ているようなイメージ、そのようなイメージを持って右肩を押さえて構えていただく、そして左手を添えるようにしていただきたいと思います。そうすることで右肩が前に出たこのような右腕が長い状態を解消することができます。ストローク中に右肩が前に出ないようにするために、こちらも左手で右肩を押さえてストロークを練習してみてください。このように左手で右肩を押さえて、そして片手でストロークをします。今までよりもかなり窮屈な感じがすると思うんですね。今まではこのように前に出ていた右肩が押さえられる、そしてどちらかというと少し右肩が下がるような感じになると思います。右肩が若干こう下がるような感じで右腕が目標方に押し出されるようなイメージ、そのようなイメージを持ってストロークをしていただくと右肩が前に出るということで左への引っ掛けが解消できるようになってきます。最後にそのイメージを持って素振りをする、右肩の位置がほとんど変わらないようにイメージをしてストロークをしていただきたいと思います。では実際に打ってみたいと思います。構えた時に右肩を押さえる、そしてそのままのイメージで、このようにパッティングで右肩を出さないようにすることでストロークの再現性が非常に高くなります。左へ曲がる引っ掛けが解消できるようになりますので、ぜひ試していただきたいと思います。